だんだんちょっと変わって良くなったでしょ。良くなんねえわ。後ろ。どんどん悪くなってく。後ろ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 。顔だけで切れてるし怖い。怖いこれ。怖い。めっちゃ怖い。だって顔だけで切れてるんだもん。体が大んじゃん。優しい顔に見えるでしょこれ。見えな。なんか。はい、じゃあ今日の勉強するよ。唇が白なんだろう。私の名前はつる子です。つる子、こべあい、つるつる。足は何本あるでしょうか、わかる人。2本。怖い。何本？2本。私の足は2本。2本だって、あはは、2本でした。私は亀太郎です。亀太郎は違うよ、アメンボは2本じゃないの。アメンボに見える。え、アメンボが2本だよ。足の数が分かりやすくするために私はわざとこう長くして強調したわけですね。4本。亀太郎くんの足は数は何本ですか。4本。そこで鶴子さんと亀太郎くんが街で会いました。やあこんにちは。2人は仲良しでした。仲良しでした。いいね。さあ問題、足の数は全部で何本でしょうか。はい、菅原さん。はい、6本です。正解。じゃあいくよ。ちゃんと数えるよ。まあ、そのくるおしいかいいのか。またそのくるくる回ってて。くるくる。またじゃねえよ。またまたじゃねえよ。またにうち。じゃあどこについてどこについてるの。うちちんちんの方。ぶっ飛ばす。あ、ぶっ飛ばすのについてるの。絶対ぶっ飛ばす。じゃあいくよ。3。はい、えっ、なにその声。死んだ人みたいじゃないの。3、はい、チアリーダーのように優しい。3、はい、1、2、3、4、5。チアリーダーってそんな声出すの。それじゃあんたジュビロの応援にならないでしょ。あんた応援になってねえわ。そうだよ、もっと元気。1、2、3、4っていくんでしょ。3、はい、1、2、3、4、5、6。もう知らん。変な声出してた。もう今日は叩き切るぞ。叩き切って。面白い。今足がぽよよんとか。では、うん、鶴子さんが2人と亀太郎が2人です。足の数は全部で何本になるでしょうか。亀太郎が2人なんか。だから足の数は全部で何本になるでしょうか。分かる人。名前の人誰。1人しか手上がってないじゃないの。はい、はい、か山和田さん。いや、まあ、14本。これ全部12か。これ12。じゃあ数えてみるよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。なんか寂しい声だね、本当に。うん、寂しい声。鶴子さんが1人で足は何本。2本。鶴子さんが2人で足は何本。何本。4。鶴子さんが3人で足は何。鶴子さんが4、何。8。じゃあ今度亀太郎くんが1人で足は4。ねえ、これ亀太郎さんが書いてある足は何本。何本。8。亀太郎さんが3人で12。これ掛け算で何ていうか知ってる。これ4が3つ。4が3つ。4、3、12。4、3、12って言えばいいんだ。4人では、亀太郎くんが4人では16。何。16。4が4つでは。4が4つでは8、4、4、16。じゃあこれ難しい。何足の数が1、2、3、4、5、6、7、8。覚えていってよ、うん、で3人います。亀太郎くんは何人いるでしょう。1人。じゃあ鶴子さんは2人。よくわかったね。だって足が違うよ。だって足でさ繋がってるんだもん。そう、足の違い。怖い。じゃあ足の数数えてみよう。足の数数えてみるよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。誰11って。3、見てないじゃない11っていうの。どうして見てないかというと、まあいろいろ理由あるね。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。杉浦くん、亀太郎くん何いると思う。これ2匹。2人って言ってやろうな。じゃあ鶴子さん何人だ。100人。100人いるか。え、1匹。まあ1羽だな。1羽だ。じゃあ数え、今度は亀太郎さんが2人と鶴子さんが1人でした。じゃあ今度は逆です。
鶴子さんが振ったりと亀太郎が引っ取り、あー足の数は何本。はいはいはい。僕あの人に聞きたいんだけど。松井さん8本。じゃあ数えてみよう。3はい1、2、3、4、5、6、7、8本。じゃあ今度は、お見たわね。鶴子さんが2人と亀太郎が3人です。これが難しい。8じゃない、8じゃない。16。杉浦君。あ、16。本当？違う。何人？18。じゃあ待って、宮君何人？何本だし。ちょっと待って。はい、待ってます。どうしたよ。待ってる。16。そうだよ。16。じゃあ数えてみるか。1、2って言ったよ。3。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16でしたね。よし。じゃあ今度難しいぞ。いい？何人いるかだけちょっと見とくからな。ここから見えてんだけど。全部で4人います。だから？足の数はこれだけなの。あ全部で4人いるんだよ。鶴子さんとじゃあ、だから難しいのね、これ。今度は足がね、くっついてない、くっついてない。鶴子さん何人かわかるか、これ。はい、わかる。鶴子さん2人。全部で、何人？全部で4人いるの。そうだよ。で、鶴子さん何人？2人。2人？じゃあ、こういうところが鶴子さんとすると、亀太郎くんは？2人。2人。そうすると、全部で4人になる？なる。本当？本当。それ おもちゃ？本当村越先生です。おもちゃ、お菓子、漫画もらうことになってしまってくださいそんなの、ね、先生に見つからないようにしまってください。よし、じゃあ見せてやろうか。鶴太郎、鶴子さんが2人で亀太郎さんが2人でした。よ、次の問題。あ、ちょっと見えてるよ。2、1、2。今度も4人いるんだけど足の数がね、ちょっと違うんだよ。3、はい。1、2、3、4、5、はい、ストライク、8、ダウン。あの人、四国版だったもんで、今途中でね、数えるの忘れちゃった。お母さん、時間間違えてないか？こっちの時刻と向こうの時刻と違うんだよ、ここ。だめで、今度、この人、今度15分に来るんで、遅くなっちゃった。木曜日は4時15分からだけど、火曜日は4時からなの。でもね、アコさん電話しといてやった。何だから、この前遅かったでしょ。だから、この人は火曜日と木曜日行ったり来たりしてるもんで、終わる時刻が、あなた電話番号ちょっとアコ先生に教えてやって、お母さん。違う、だから間違えてるんだって。こっちも木曜日だと思って。だから聞いて電話して、火曜日は4時からですかよって言ってかんたい。わかる？じゃあ。じゃあ、アコ先生に電話番号教えてやんって。じゃあ、あとの人こっち見てよ。4人いるんだ、4人。いいね、3。出ないとずっと、また30分の待つことになっちゃうから。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。足は全部で14本です。でも4人います。大きなあくびしてる、あんた。またこりゃ誰？はい、鶴子さんは何人でしょう。1人。じゃあ亀太郎くんは何人でしょう。3人。よくわかったね。1、2、3。よし、次の問題。どうして？わかった。全部で4人います。4人います。足は何本？3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8。足の数は8本です。わかった。はい。あ、ということは何？鳥。鶴子さんは何人でしょう。4人。亀太郎くんは正解。じゃ4人でしたね。じゃあ次の問題。また4人います。4人いるんだよ。
で足の数数えるよ、3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16です。はい、鶴子さんは何人でしょう？0。じゃあ亀太郎くんは4人。何？4人。ほんと？じゃあ数えてみるよ、1、2、3、ほんとだ、よくわかったね。これはそういうわけにいかんぞ。足の数は同じなのか、数えてみるか、3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12本。鶴子さんは何人？2人。亀太郎くんは3人。いいでしょ、これ亀太郎くんの足で鶴子さんの足。足の数は12本なんだけど、これでも10人になるの。そうだよ。亀太郎くんは何人いる？1人。鶴子さんは4人。4人ね。じゃあ亀太郎くんは何人いる？3人。鶴子さんいないな。それでも10人になる。じゃあ全部鶴子さんになりました。鶴子さん何人か数えてみるよ、3、はい、1、2、3、4、5、6人でした。さあそこで問題、いい？鶴子さんと亀太郎くんいるの？いい？はい、ゆきやさんわかる？はい、鶴子さんが2人で亀太郎くんが2人、足の数は全部で何人でしょうか？僕はもう答え見ちゃったから分かったんだな。8。はい、ゆきやさん、12をやめときなさい。12じゃない、騙されない。12でした。やっぱり騙されない方が良かったね。そんな騙すなんてね。じゃあ鶴子さんが1人で亀太郎さんが3人です。14。杉浦君14。正解。じゃあ今度数字でいこう、はい、鶴子さんが振ったり亀太郎さんが振ったり、足の数は何本？トルコさんが振ったり、カムトロ君が振ったり、足の数は何本？目が合ってるのに。それ、ちょっと待ってる、はい。あの方もう何本？12。はい、正解。正解。おー、よかったな。ミヤオ君すごいな。あ、見えちゃったの。トルコさんが3人、カムトロ君が3人。何？10。え？違う、10じゃないじゃない。18。誰今10言った人？みんな親友してあげたのに、僕は。よし。じゃあ早くよ。鶴子さんが1人で。足は？2本。そこへ亀太郎くんが4人もやってきました。足の数は？何本全部で？あ、足の数教えてよ。18じゃない。14じゃない。19じゃない。16。何？16。16じゃない。21じゃない。18だ。あ、先誰か18って言った？さっき言ったじゃん。あら、まあ間違えたかもしれないな、先生な。じゃあ鶴子さんが5人で亀太郎くんが4人。さあこれはどうだ？26という意見出ました。22。松井さんは26。美和君はちょっと、僕は26。だって2、4、8、10でしょ。それに4、4、16だから足すと16と、26。分かんないの、先生。これで計算機使ってないの。計算機なかったんだな、俺。まあいいや、暗算で。これが2号に、2号の10。26。それで、こっちが4、4、16で。10足す26は。36。36。それは僕の年じゃない。18。何？18。26でした。イエーイ。じゃあ、鶴子さんが5人で、亀太郎くんが振ったり、足の数を合わせて何人？いい、電話しなくていいって。18。お母さん5時に来る？ちゃんと。18。
西が8の18 18か。あ、そう。じゃあ鶴子さんが振ったりで亀太郎くんが振ったり、12。何？12。鶴子さんが振ったりで亀太郎くんが引ったり、はい、何？8。8じゃないでしょ、これ8本だよ。10。これ10だな。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。じゃない。なんで？何よ、なんで？なんで間違えてる。誰が？ほうでは、まあ、間違えたじゃん。8。10秒3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。8本じゃない。ねえ、8本って言ったじゃん。誰が？僕と8本言ったのに。わあ、これが大変。亀太郎くんが5人で鶴子さんが振ったり、亀太郎くんが振ったりで鶴子さんが振ったり。24、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 
26! 26! あんた早いね。パッと分かった、26って。何？26だ。じゃあ今度これ。つる子さんが4人で亀太郎くんが5人です。28だ。何？じゃあ今度この表を見てください。何？表です。鶴子さんが1人で亀太郎くんが2人です。足の数は10。鶴子さんが2人で亀太郎くんが2人で何？12。お、早いね。鶴子さんが2人で亀太郎くんが3人で14 16 16でしたね。じゃあ鶴子さんが3人で亀太郎くんが3人それじゃあ問題、いい？裏の方見せるね、うん、ここに鶴子さんと亀太郎くんとがいましたねけれども、足の数を教えるからな、何人ずついるか教えてくださいよ。足の数は1、2、3、4、5、6、7、8、8本でした。8本、8本なの。ということは鶴子さんと亀太郎くん何人ずついるでしょう、これ。はい、杉浦くん、鶴子さんが1人で、鶴子さんが1人でで、亀太郎が2人。足の数を太すと10、合わないんじゃない？あー、1、2、3、4、5、6、7、8だもん。じゃあ次の問題、ドクロが出ました。足の数が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10本でした。足の数が10本でした。分かった。はい、ゆきべさん。鶴子さんが1人で、亀太郎が2人。これどうかな、鶴子かな、亀子かな。正解！みんな手叩いてあげてよ。亀子。なんで？なんで亀子？亀太郎。こっちが鶴子。亀太郎。おかしいか？鶴子、亀子ってするよ。鶴子、亀子、みんな女の子になっちゃうじゃないの。いいじゃん、別に。あ、そうか。じゃあ、鶴子さん。はい。亀太郎くん。おい、おかしいじゃん。いない。声がおかしいじゃん。じゃあ今度これ難しいぞ。じゃあ今度難しいぞ。4人います。4人いる。でも僕は足の数しか教えないよ。足の数は12でした。12。ああ、足の数は12です。足の…あ、たちみーちゃん。つる、つる、つる、かめ、かめ。なに？つる、つる、かめ、かめ。何を噛むんだ？つる子さん、つる子さん何人？二人。じゃあ、かめ子さん何人だ？二人。よくわかったね。じゃあ、よく今度こっち見えたもんな。じゃあ、今度4人いるんだけど、足の数は12。カメ、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 
カメ、トリトリ、ツルツル、ツルツル、カメカメ、ツルツル、カメカメ、よくわかったな。じゃあ今度も教えた、だって同じだったもん、数がカメ。よし、4人います。ツル見えた、4人います。足の数は14本です。見えない、足の数は14本です。ツル、ツルさん、カメさんは何人ずついるでしょうか。ツルが、ツルが4、何だ、ツルが4で、カメが2。え、それと14ならんだろう。え、ツルが、ツルが 何人だ。あ、ツルが3匹で、ツルが3匹で、足は6本だぞ。で、カメが1匹で、え、2匹、ニットと合わないのもん。ツル、カメ、カメ、カメ、ツル、カメ、カメ、カメ、ツル、何、ちょっと待って、カメ、カメ、カメ、ツル、カメ、カメ、カメだって。ツル、カメ、カメ、カメ、はい、他に意見ある人。カメ、カメ、ツル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 、そんなたくさんもカメ、カメ、ツル、ツルって5になっちゃうじゃん、なんか。カメよ、よ、足の数何本。じゃあ何、足の数は14。いや、ありそうじゃん。だって4匹だよ、4匹だよ、カメ、4匹だよ、合わせて4匹だ。カメ、カメ、カメ、ツル、そうそうそう、カメ、カメ、カメ、ツル、カメ、カメ、カメ、ツルだと、そうだよ、カメ、カメ、カメ、ツルだと、足の数は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。 ほんとだ、カメ、カメ、ツル、カメ、そして最後がツル。よかったね。じゃあいよいよ数字で勝負です。鶴さんと亀さんが、いません、2匹、はい、足は6本です、うん、2匹いて足は6本です。はい、鶴さんと亀さんは何人ずついるでしょう。はっ、はい、はいはい、もう亀太郎が1匹で、うん、1人で、1人で、鶴子さん、鶴子さんが1匹、1人、正解、簡単。じゃあ第2問、最悪、合わせて3人います。ところが10本です、足は。あ、わかった、カメ、鶴、わかった、カメ、カメ、鶴、カメ、カメ、杉浦くん、なんでよ。鶴が3匹で、だってほんとカメいなくなる。あーじゃない、カメが3匹で、ほんと12本になっちゃうぞ。足は10、あんた最初に当てたのさっき。ギャ、お前ギャーギャーが言わない。ミラー君、なんだ、カメが2匹と、ああ、ツルが1匹、正解、カメ太郎君が。え、先生さっき答え言ったの。そうね、あってたんだぞ、さっき言ってたじゃん、さっき。それじゃあさ、そのアッコさん、その紙のさ、こっち、アッコ先生ね、あの絵のこっちの左のやつをみんなに、みんな鉛筆出してくださいよ。そっちやん、反対反対。アッコちゃん、ラッコ先生、ラッコちゃん、ラッコちゃん、ラッコちゃん、ラッコさんだって、ラッコさん。なんだこれ、足出しじゃねえかよ。足がありませんね、皆様。だから足を、足を描いてほしいんです。足出しって言うからさ、なんだこれ。じゃあ1枚ください。カメがさ、なんか変、顔が、カメの、いいか、足がないので皆さん足を描いてください。最悪、ね、足足足、こんな変な風に足描いてる。あ、か、か、いや、棒だけでいいよ、棒で。なにこいつ、お前そんな大きな声出すんだ。そうだよ、前の足だけ描いてください。で、足の数をね、カッコの中に描いてください。簡単じゃん。今日はプリントその後は2枚やるから、描いた、